丈夫ですわ。痛くありませんから。そういう心配はしてないよ。なんなんだ、目みたいなあの彫像は。みたいじゃなく、目なんだ。こんな術が生きてるなんて。準備はできてるよ。近づいても離れても脅威。つまりどうすればいいと。そんなもの自分で考えなさい。アウア王大丈夫か。みんな終戦だ。よく動き。やるやる。アウア王さん、やるわ。僕も天族として力をつけたい。ロゼさん、うなれエース。なんだか形容がしづらい気は。あれはダークアイ、術を得意としますよ。いろんなところからいろんなものです。なるはまだいるぞ。いるのか。なりえせ、なりえつぶす。なるは状況ピンチすぎ。拒むか。理由は違う。キーソレット、こいつを食らえ。なるは大丈夫。理由は知り合った。長きは進化。これで勝利。これって同志の日記。しかも天族と出会って同志になった人の。スレイ、この巨体の氷河へ水の攻撃を遮断する。他の弱点を攻めさえすれば効果はある。私が決める。ご縁だよ。食べた。
は直感で動きすぎだ。おお、その認識は直感？周囲を確認してくれ。近くに何かあるかもしれない。の日記みたいだ。全て倒せばいいんだろ。
やるなミクリオ。君が甘い。こんなとこに。意図を感じるね。あちこち振り回しやがった。この遺跡を作ったやつ、いい性格してやつ。とても凝り性な方なのでしょうね。
いい性格してるよ。もしかしてこの日記の主がハシュラなのか。マルトランさんもここに来たのかな。入れたとしてもどうにもならないだろうね。こんなと…ねえ、あのアシュラって本当にヒョウマ？ええ、実際に汚れや領域を感じます。偽物って思うのか。だって変じゃない？あんなヤバいヒョウマが野放しになってるなんて。なぜ五方天族が放置するのか。そう、偉くて強い天族なんでしょ。それが試練だからだと思います。五方天族は特別な使命を与えられた方々ですから。
要するに奴らの都合ということだろう。そうね、否定はできませんが。二人ともそういう言い方はないだろう。お前も分かっているはずだ。別に天族は聖人君子じゃない。ましてや正義の味方でも。それは納得。二人が言うと説得力あるね。分かればいい。うん、そういう試練ってことなら問題なしだ。やっぱり小麦はパルバレイさんに限りますね。イチゴはマーリンドさん一択だ。ミルクはどうしましょう。何を話してるんだ。美味しいショートケーキを作るために食材の産地を選んでいるんです。食材選びは味を左右する。覚えておけ。うん。それでどんな感じなんだ。小麦はパルバレイさん、イチゴはマーリンドさんにしようかと。あとはクリーム用のミルクなのですが。求める味によって産地が変わってくる。スレイさんは滑らかさと濃厚さどちらがお好きですか。濃厚さかな。ならばレイクピローさんだ。ではそれにしましょう。デゼルさん、相談に乗ってくださってありがとうございます。ただの気まぐれだ。気にするな。切り払う。世界全部を切るつもりだったんだ。それがアシュラが氷魔になった理由。正解だよ。この声は力が水の火力。まだ何か言ってる。剣を返せ。アウトル消えた。
遥か昔に同志だった方です。汚れを浄化しても肉体はもう怒りだけで動いていたわけか。問題はアウトルだ。あいつがアシュラの剣を盗んだのか。戻ろう。本人に直接確かめる。アシュラがどうしたったなら、ひょっとしてアウトルは。はい、アシュラと契約した天族だったのかも。俺とみんなみたいな関係だったのか。アシュラは消滅したよ。手間をかけた。アウトル様、あなたはもしかして。察しの通り、私はアシュラを同志に誘い器とした天族だよ。剣を盗んだのも私だ。普通じゃないな。見ただけで分かった。飛行銀と呼ばれるミスリルの剣だ。本当に世界を切るほどの力を秘めている。だから盗んで隠したのですか。そうだ。アシュラが一番切りたかったのは私なのだろうね。彼はひたすら純粋だった。純粋ゆえに悩み、いつしか許す心を失ってしまった。だから汚れたものを全部切るためにその剣を作った。君にならこの剣を渡してもいい。使いこなせば気力以上の力となるかもしれない。遠慮するよ。剣ならもう持ってるから。スレイさん。うん、心の試練も合格だ。いらないのなら私がもらおう。世界を切る剣、我が刃にふさわしい。マルドランさん。スレイさん、よく見て。嘘、この人って。ヒョウマ。以前は挨拶もせず失礼した。やはり見えていたのですね。その剣をどうする気だ。世界を切るんだよ、アシュラの望んだごとく。なぜそんな。逆に聞きたいな。なぜアシュラの思いに共鳴しない。ここまで汚れ切った最悪の世と人間は一度徹底的に壊さねば再生できはしないだろう。これは我が主最下の剣主のお考えでもある。あなたはかの者の。こんなことアリーシャが知ったら傷つくだろうな。だから利用したんだね、アリーシャも。戦争を起こすにはまず夢見がちな平和論者を暴れさせるのが効果的なので。皮肉なことにな。だがすでにハイランドとローランスの全面衝突は時間の問題となった。もうあの小娘に利用価値はない。アルトランさん。やれやれ、飛んだことになってしまったな。同志にとって我々より現実の方が厳しい試練ということか。ミクリオさん、スレイさんが。多分アリーシャのことだ。一人で悩むなって言いたいけど。どうすべきか私たちにも。
宝箱が近くにあるようだよ。この罠は動かないね。壊れてる。邪魔ないわね、目玉目。ちょっと一息ですね。動いてる方が奇跡なんだよ。アバロストの調律時代のものなんだから。出た専門用語、解説プリーズ。ね、アバロストの調律は天族の文明が最も栄えた時代なんだ。天教術を使った建物や品物がたくさん作られた時代と伝わっています。要するに不思議時代ね。すっごい昔なんでしょ。うん、多分ヘドナの年より。スレイライダー。神谷の時代に続く時代のはずなのですが、実はよくわからないのです。クローズドダークという暗黒時代があったせいで。でも試練の神殿にはこんな天族にしか作れないものが残ってる。アバロストの調律時代の貴重な証拠だ。スレイにとってはお宝なんだね、こんな厄介な目玉も。ああ、自分の目で確かめた時にこそ伝承の本当の意味が見える。だからね。今の顔、名瓶おじさんにそっくり。はい、ロマンを追う男の顔ですわ。いい年したガキの顔とも言うわね。スレイ、アリーシャのことは気になるけど元気だぞ。ああ、ともかく飛力は得たんだ。バルトランも最下の剣手につながるもの。私たちの進む先に解決策があるはずですわ。うん、
残る試練は霧もみとバチコーンね。風と地と言いたいのか。他に解釈できないでしょ。できないか。